さあ天皇賞春スタート。おっとっと出ない。7番インターライナーが出ませんでした。ようやく今始動。さあ果たして何が行くのか。ランバダこれをかわして、ああ行った行った、ビッグシンボル、やっぱり未来が行ったという感じ。タマモハイウェイ、ロイヤルタッチ、メジロランバダ、エイシン香港、それからノーザンプラリスが続きました。ギガトン、トップガンはまだいない。サクラローレル、マーベラスサンデー、ああいた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 。4番のトップガン内を通ってスーッと上がっていく。果たして果たして、ああちょっとかかり気味なのか。さあマーベラスサンデーは下がった。サクラローレル8番はちょうどこの位置にいます、そして内を通って優先賞でやります、さらにローデンカバリーが続きました。あ、マーベルサンデーはだいぶ後ろまで下がりました。早くも1周目の第4コーナーにかかってまいりました。先頭はビッグシンボル、ビッグシンボルとミナイが先頭であります。でっかい心臓に物を言わせて2マイルを乗り切ることができるかどうか。ビッグシンボル、これが行くと超スローペースになるのではないかと思いますが、1周目のゴール板前まで前のトップガンが果たして機嫌よく来れるかどうか、これが大きなポイントであります。さあサクラローレル、青い帽子はちょうど中段で揺れています。これを見るようにして、マーベラスサンデーはサクラローレルよりも後ろ、マーベラスサンデーはサクラローレルよりも後ろ。15頭はほとんど一段、ハギノリアルキングだけが遅れています。さあ大歓声が上がる京都競馬場であります。大歓声が上がった京都競馬場、緑一色の舞台で第115回の天皇賞春です。ビッグシンボルが先頭、エイシン香港、赤い帽子が2番手、タマモハイウェイ、ノーザンプラリス、おここに8番、ちょっと見たかった、もう一度8番、サクラローレル、そしてマーベラスサンデー、さあ、マヤのトップガンは果たして、おマヤのトップガンは中段よりちょっと後ろ、折り合いがついている感じ、トップガンは中段より後ろ、折り合いがついている感じでありますが、さあ、16頭、もう一度整理しましょう。先頭行く10番。ドキドキしますね本当に。先頭行く10番のビッグシンボル、エイシン香港2番手、ノーダンプラリス、タモモハイウェイ、ギガトン、この辺りかかりが、ああ行った、サクラローレル、どうしたんだ横山。さあサクラローレル、ちょっとかかったかかった、サクラローレル、青い帽子がかかった、ああサクラローレル、サクラローレルがもう2番手まで行ってしまった。これはどうなんでしょうか。これをマークするようにマーベルサンデーも動いた、マーベルサンデーも動いた。ロイヤルタッチが白い帽子内にいた。さあそのうちにさらにマヤのトップがうまくいってるんではないでしょうか。この辺り第3コーナーの坂です。ああ珍しく天皇賞にしては出たり入ったり出たり入ったりの、流れがちょっと乱れている天皇賞です。第3コーナーの下り、先頭ビッグシンボル、それからずっと外を通りましてローデンカバリー、マーベラスサンデー、マヤのトップガンは外へ出した、肌面の白い馬、中段マヤのトップガン、4番マヤのトップガンが外へ出して差を詰めてくると、去年とは違う展開だ。サクラローレル、マーベラスサンデー、ローデンカバリー、ロイヤルタッチ、さあトップガンこれから届くのかどうか。サクラローレル、かわしてマーベラスか、サクラローレルとマーベラスか、ロイヤルタッチはかわしたマーベラス先頭だ、有馬記念とは違うぞ。サクラローレルがもう一度伸びてくる、大外から何か一頭突っ込んでくる、トップガン来た、さあ差し切るか、やっぱり三強の争いだ、さあ外をトップガン、内サクラローレル、変わったトップガンだ、トップガンだ。トップガンだ。トップガンレコード3分14秒4レコード。ライスシャワーの3分17秒1のレコードを破りました。3秒も更新しました。たばらたばらの大コール。